続いてこれいいよ、これ皆さんこれいいよ。僕ねオタクグッズいろいろ調べました、今回ポップアップストアのために。これプロデューサーオタクが喜ぶグッズを調べたんですけど、これどうすか、うん、これいいよ。旅の記念撮影に皆さんアクリルカード写真を一緒に撮りましょうという、うん、おーこれね、あの1枚買うのできません。これあの複数枚必要ないグッズだと思ったので、これあの、うん、はいはい、みんな4人で完結してる、これ1枚ずつ買うことできないのなんで、セットなんだ、4種セットです。これはすげー。 なるほどね。なのであのなんか複数欲しい理由は分かんないけど、欲しい人はいっぱい、あの推しじゃなくても買ってください。お願いします。すいません、ちょっと自分 の実写の写真切り取って隣に貼っとけば一緒に出てきます。それは自分で写ればいいんじゃないの。あ、そっか、そういう自分で写ればいい。あの透明なんでこれね、うんうんうん、はい、すごいよねこれ、めちゃくちゃ凝ってるよね。ねえ、もうちょっと細部もなんか少し工夫ありまして、うん、まあ、YouTube になってますね。でちょっとなんか 各オリジナルのアイコン、例えば僕だったらプテラノドン、そしてなんかまあ最近オレビバでね、なんか視聴者の中でちょっとミーム的な扱いのみかん、うん、になってます。まあ、もちろんね高評価を押してくれているという想定で、やったー。まあ、時間が12分23秒ね、はい、これビバポップアップストアのスタート図分の結成日9月26日になってます。おー、まあ音量は気にしないでください。はい、真ん中でちょっと静かに。大体こんぐらいですよね。大体こんぐらいなんですよ。大体こんぐらい。こだわってんじゃん。うんうん、ぜひね、ちょっと面白いかなと思ったんで買ってください。いや、いいよこれ。お願いします。続いて、はい、缶バッジ。わお。今回は缶バッジは16種です。おお、多い。めちゃくちゃあるじゃん。すげえな。4×4 になってますね。ちょっとこれね、あえて SD の割合を 25% にしたのはなんか。はい、オレビバの板場などを作っている、うん、まあ、コアな皆さんの板場区をちょっといろいろ見てたんですよ。高田村か、高田村のやつ、はい、ほぼ等身絵で作られていたので等身の方が需要が高いんだと思って、ちょっとこの配役にしてみました、うん、プロデューサー。なるほど。そこまで計算したんですか、まあ、プロデューサー。ちょっとね、そう、なんか22にするのはなんか違うのかなと思ってやってみたんだけど、合ってるかどうかはちょっと売れ行き次第で考えます。プロデューサー SD も可愛いけどね、なんか可愛い、大量に買う人とかを考えてるんだったら立ち絵が一番いいという想定をしましたね。でこれね、高田村の時と同様になってまして、当たりもあります、光る缶バッジもあるのでぜひ狙ってください。なるほど、ゆずる名屋が乱立しちゃうわけだ。しないでしょ。求むですよ、求む。求まれるんでしょ、ちょっと。ゆずる名屋が乱立しちゃうんだ。続いてね、はい。うん。